WBC 決勝戦、侍ジャパンはアメリカ代表との激闘の末3対2で勝利を収め、14年ぶり3度目の栄冠を勝ち取りました。この歴史的瞬間をアメリカの大手メディアがこぞって称賛。米最大手の新聞社は9回裏に大谷選手がマウンドに向かうシーンを大きく紙面に飾り、大谷のユニフォームはすでに土にまみれていた。彼はすでに4回打席に立ち、そしてマウンドへと向かったのだ。これほどまでに偉大な姿を見たことがあるだろうかと大絶賛。他にも多くのメディアが日本優勝特集を組み、侍ジャパンを称えました。ニューヨークタイムズはアメリカデローザ監督の衝撃の評価を報じています。ロサンゼルスタイムズは大谷選手とダルビッシュ選手の発言にフォーカスした絶賛記事を掲載。ワシントンポストは世界一になった日本の強さにある本音を吐露しました。では気になる中身を見ていきましょう。ニューヨークタイムズの特集。米最大手のニューヨークタイムズ紙は侍ジャパンの優勝をこのように称えています。大谷選手は決勝戦で4度バッターボックスに立ち、ブルペンとベンチを2度の往復をした後、最終回のマウンドに立った。希望を背負った頼もしい姿に世界中のファンが熱い視線を送ったことだろう。アメリカ代表の最後の砦となったのはエンゼルスの盟友であるマイク・トラウトだ。球場に集まったファンだけでなく、世界中の野球ファンが待ち望んでいたこの瞬間はまさに WBC のフィナーレにふさわしい夢のような筋書き。この最高の対決は大谷選手が見事な三振で打ち取るという形で幕を閉じた。大谷選手は決勝戦でホームランこそ打てなかったものの、今大会では誰よりも速い打球を放ち、誰よりも速い球を投げ、そして誰よりも大きいホームランを放つという驚異的な記録を打ち立てたのだ。マーク・デローザ監督は試合後、大谷選手の並外れた能力を称え、彼がやっていることはアメリカ代表の選手の 90% がリトルリーグでやっていたことかもしれない。しかし彼は世界のトップレベルでそれを続けている。そんな選手は彼を除いて一人もいない。彼こそ野球界のユニコーンだと絶賛。続けて、大谷が二刀流として目覚ましい活躍を見せても一向にチャレンジする者は現れない。それは彼以外には真似できないほどの圧倒的な努力と準備が必要であることを表してる。大谷以外にはできないことなんだよ。彼のレベルに到達する人間がこれから現れるのだろうかと、大谷の努力を心から尊敬しているコメントを残した。そして侍ジャパンは世界一になった興奮の中であってもアメリカ代表へのリスペクトを欠かすことはなかった。優勝が決まった直後、大谷を囲むように歓喜する侍ジャパンの様子が見えたが、彼らはすぐに列を作りアメリカ代表へお辞儀をして健闘をたたえた。侍ジャパンはまさに王者の振る舞いを見せ、誰もその強さを疑わないような態度を見せた。もちろん我々が想像する通り、日本のベンチはゴミ一つ落ちていなかったのだ。本当に称賛すべき最高のチームだったと伝えました。ロサンゼルスタイムズの特集。同じく米国最大手のロサンゼルスタイムズ紙はこのように侍ジャパンを称えています。この大会でもやはり大谷はその才能を存分に見せてくれた。これには敬意の表しようもない。大谷は試合前に侍ジャパンの同志たちに向かって、アメリカ野球への憧れは今日だけは捨てよう、野球をやっていたら誰しも聞いたことがあるような選手たちがいると思う、でも憧れてしまっては超えられない、僕らは今日超えるためにトップになるために来た、今日一日だけは彼らへの憧れを捨てて勝つことだけ考えていこうと語ってチームを鼓舞したんだ。さらに私たちは大谷が登板する前の8回に投げた侍ジャパンのダルビッシュに注目した。まず侍ジャパンがダルビッシュを先発で使わなかったことは本当に意外だったと思う。ダルビッシュではなく左投げの今永を先発させて、それから細かく継投していった栗山監督の采配には本当に脱帽せざるを得ない。さらに今永も起用に見事に応え、侍ジャパンのチーム層の厚さを再認識した。侍ジャパンのベンチではダルビッシュが5回に、
そして大谷が6回にブルペンに入った。世界最高レベルの投手2人がアメリカに勝つため待機していたのだ。豪華かつ強大なブルペンだったことだろう。ダルビッシュはカイル・シュワーバーにソロホームランを打たれたが、後続をしっかり抑えて大谷にバトンを渡した。実はダルビッシュはプレー以外にも大きな仕事をやっていたのだ。それは侍ジャパンのメンバーを年長者として一つにまとめるということ。大谷は間違いなく最高のリーダーだったが、メジャーリーグでの経験が一番あるわけでも、 WBC での優勝経験がある選手でもなかった。それを補ったのがダルビッシュ有という存在だったのだ。ダルビッシュは所属するパドレスの春のキャンプには参加せず、日本の宮崎で行われていた侍ジャパンのキャンプに我先にと合流。現在メジャーリーグに所属する日本人選手の中でこのキャンプに参加したのはダルビッシュただ一人だった。ダルビッシュは練習時から若い選手たちにいろいろとアドバイスを送り、チームを一つにまとめる献身的な姿を見せたと伝えました。さらに記事では大谷選手の試合後のコメントを紹介。大谷選手は、 WBC は小さい頃から夢見て、この大会での優勝を目標にしてきました。 WBC での経験は今後の野球人生においても素晴らしい経験になると思います。高校の時に日本代表で WBC の MVP を獲得することを人生の目標に挙げていたのですが、僕の野球人生の中で獲得したいものの一つだったんです。僕が MVP を取ったかどうかよりも日本の野球が世界に通用したことが本当に嬉しい。子供の頃から過去の優勝を見て、自分もこうなりたいと頑張ってきました。今野球を楽しんでいる子供たちが僕らも頑張りたいと思ってくれたら、こんなに嬉しいことはないです。栗山監督とはプロ野球で日本一にもなりましたが、こういう形でまた一緒に野球をするとは正直思っていませんでした。最高の形で終わることができ、本当に素晴らしい大会だったと思います。3年後もこの大会に出たいと思っています。まずは僕が一定のレベルに居続けられるよう最善の努力をしなければなりませんねと話し、2026年に行われる次回の WBC への参加に意欲を見せていました。さらに記事では、エンゼルスで大谷選手と共に活躍し、今回の WBC ではアメリカ代表の主将も務めたマイク・トラウト選手の言葉も掲載しています。僕らにとっては非常に辛い夜となった。でも大会を通して素晴らしい挑戦を続けたと思う。代表に参加した全員がこれまで味わったことのないような特別な経験ができたと思うよ。翔平との対決は全ての野球を愛する人たちにとって待ち望んだ瞬間だっただろうね。この1ヶ月半、その対決についての質問に何度も答えさせられたよ。翔平は厄介なボールを持っていて、最後のは改めて本当にいいボールだと感じたね。ラウンド1は彼に勝ちを譲ることにしよう。また戻ってくるよ、必ずね、と語り、トラウト選手も2026年に開催される次回大会へ決意をにじませました。ワシントンポストの特集。アメリカ大手のワシントンポスト紙は、壮大な結末、大谷日本代表が WBC 王座奪還というタイトルで掲載。記事の中で、大谷対トラウトというドラマチックな戦いに勝利した大谷、文句なしで野球界のチャンピオンとなり、グローブを放り投げ大喜びした。今回の WBC は日本の強さを世界に再認識させるような大会となった。彼らの多くは近い将来アメリカの地で凄まじい活躍を見せてくれることになるだろう。その中でも特に注目すべきが佐々木朗希と村上宗隆という2人の選手だ。佐々木は準決勝のメキシコ戦に先発して3ランホームランを打たれてしまったが、投球内容は素晴らしく、日本でパーフェクトゲームをしただけのことはある。一方の村上は準決勝の前までは不調を極めていて、日本のファンは落胆していた。しかし準決勝のメキシコ戦で逆転サヨナラヒット、そしてアメリカとの決勝戦では特大のホームランを打つという大活躍。 WBC の最後の最後、最も大事な場面で結果を残した究極のメンタリティは称賛に値すると日本人選手のレベルの高さを称えていました。いかがだったでしょうか。今回は
アメリカ中のメディアが絶賛した侍ジャパンの活躍についてお伝えしました。あなたは侍ジャパンの活躍についてどう感じたでしょうか。ぜひコメント欄に感動の思いをぶつけてください。世界一となった興奮はまだ冷めませんが、メジャーもプロ野球もシーズン開幕は間近に迫っています。日本代表選手たちの今後の活躍にますます目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは野球に関する様々な情報を皆様にお届けしていきます。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。